夏といえばバーベキュー、はい、バーベキューね。今年の夏はセルフバーベキューしたいなと思ってます。セルフバーベキュー、はい、いろいろ慎重にならないといけない時期ですので、はい、セルフで楽しみたいなと思ってるんですね。一人で行くってことですね、うんうん、ああいいですね、ね、うんうん、いわき市はね、はい、港がありますから、はい、新鮮な取れたての魚介類を手に入れることができます。あ、そうですね、うん、はい、お魚屋さんに行きますとバーベキューのために食材がもう串に刺さっているものがあるんですね売ってましたね、うん、もう焼くだけっていう。そうなんです焼かれるのをもう待っている食材が並んでるんですよなるほど、ね、あれなら一人ででもできる。そうそう、それからね、はい、お肉屋さんでも、はい、ベーコンやハム、ソーセージといった肉がもう呼んでるんですよ呼んでるんですか熱いだろうな、ね、もう焼く前の焼き鳥とかも売ってますから、ね、なるほどね。やっぱりガスコンロより炭火で焼くと、はい、焼き鳥が一段美味しいかなと思ってます。 うん、うん、なので、はい、今年の夏は炭を使ったセルフバーベキューをしたいなと計画しています。いいですね、いいですね、あの一人で頑張ってきて私家の中で、ね、ただね、あの肉とか魚介類だけじゃなくて、はい、野菜も食べたいっていう気持ちもありますので。あるんですか？はいはい、ありますよ、ありますよ。あのバランスよくね食べないといけないと思うんです。そんなこと考えるんですか？考えますよ。知らなかったな。いやだって肉魚介野菜、肉魚介野菜ですよこれ早口言葉のようになってしまいますけどもご飯はないな。ご飯だからバランスは大事なんですよ、ね、だからご飯味噌汁おかず、ご飯味噌汁おかずみたいなバランスって大事だと思うんですよね。で、まあ、健康にもバランスは大事です、はい、なのでバランスを考えたセルフバーベキューとともに、はい、ゴスペルを一緒に楽しみたいと思っています、はい、バーベキューできるというのはねある意味優雅な時間ですよ、ね、そうですね、うん、美味しい心地よいゆとりのある時間、それとゴスペルがあれば最高なセルフバーベキューを楽しめる気がします、ね、そう今日もゴスペルレディオステーションではいろいろなゴスペル音楽をお届けしていきます。1時間最後までお付き合いください。